上皇寺とは、臨済宗明神寺派の寺院である。三号は、天徳山である。張間西国三十三箇所を定めた南市総省が入尺した寺であり、百番札所である。上皇寺は、1336年、足利高氏が宝刀国師より数えて四代目の別法遠行国師を奉じて解散した。七堂伽藍三重の宝刀を備え、大いに栄えたが、その後、 火災に愛衰退した。永少年館に赤松義村によって再興され、平原山義光寺とこうした。天少年館、陛下のため消失したが、永六年間過去市入道、琴吹剣が再興のため当時の領主である池田照正に願い出て、一羽の殿堂を混流して、上皇寺とこうした。1648年。 赤松市の公営である南出前寺から1671が姫路の慶雲寺より創生成され、中高海山の祖とした。この時、三号を平原山から天徳山に改めた。間もなく、寺境、仏像、寺宝などを消失したが、万次年間、南出和尚により再建された。その後、五世元道、尾十二世、鉄牛尾が復興に力を尽くし、 全道、部屋、食堂などの書道が建設され、30名門外の、運水の修行道場となった。2016年4月24日、第17代、総窓かお正新山式十字より、地後行列あり。JR 山陽本線加古川駅から、新規バス上野駅または、江南加古川病院行きに乗車、東新屋バス停下車東南方向へ、約200メートル。 ありがたや県徳さんの頂に松の間に間に見ゆる、観音藤木明子、はり西最国33箇所巡礼、金田博士、神戸新聞出版センター、1984年4月30日、ISBN4 から875210140。ありがとうございます。